はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたに届けできればと思います。はい、僕がですね、好きな浦和レッズだったりとか、まあ、福岡ソフトバンクホークスだったりとかが、まあ、最近ちょっとね、調子が悪いので非常にむしゃくしゃしてますが、この動画を撮ってちょっとストレス発散できればと思います。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日もですね、ご質問をいただきましたので、それについてお答えをしていきます。で、ご質問の内容が、ふくらはぎは全然つらないんですけど足の指だけがつるんですよって、これの予防体操は何かありますかっていうところでご質問いただきましたので、今日はこれについてお話ができればと思います。はい、皆さんもですね、おそらくふくらはぎは大丈夫だけど足の指だけつってしまうんですよって方いらっしゃると思います。はい、じゃあ足の指だけつってしまうのは皆さん何が原因だと思いますか？はい、この足の指だけつってしまう原因としては、はい、まあ、足の指をですね、こう曲げてくれる筋肉ですね、長趾屈筋とか長母趾屈筋とかいろいろあるんですけど、その筋肉が極端に硬くなってしまってると足の指だけがつる方がいらっしゃいます。はい、で、じゃあここで大事なのがですね、じゃあなんでこの指だけ、足の指だけが硬くなってきてしまうのかっていうと、はい、足関節のですね、安定性が下がってるからなんですよね。足関節の安定性って何なのかっていうと、足にはですね、内側縦アーチ、外側縦アーチで、横アーチって言われる、まあ、アーチって言われるものがあります。で、それは何をしているのかっていうと、こう足があったとして、ふくらはぎがこうあったとした時に、こう地面に設置した時とかにですね、衝撃吸収っていうのをこの足関節っていうのはしてるわけなんですよね。はい、で、じゃあこの足関節をの安定性を担っているのは何なのかっていうと、後脛骨筋って言われる筋肉だったりとか、あとはですね、腓骨筋って言われる筋肉だったりとかが主に足関節の安定性を作ってくれてます。はい、なのでこのですね、腓骨筋だったり後脛骨筋っていうのが硬くなってきてしまうとどうなるかっていうと、安定性が得られないので、足の指で安定性を測ろう、まあ、つまりここを使って代償しようとしちゃいます。そうするとどんどんですね、負荷がかかりすぎてしまって、ふくらはぎは大丈夫なんですけど足の指だけつってしまうって方が非常に多くなってしまいます。はい、なので今日いただいたご質問の方っていうのは、まあ、ダンスのお仕事だったりとかをされてる方なので、で、ご高齢ってところもちょっとあると思います。あの生徒さんとかですね。はい、なので、ふくらはぎの筋力は落ちたりとかしてるのに指だけで頑張るもんだから指だけつってしまうんですよってことが起きてきてると思いますので、まあ、ここだけじゃなくて、まあ、根本的に解消するためには、さっき言った後脛骨筋だったりとか腓骨筋のケアをしていただくことっていうのがものすごく大事になってきますので、まあ、それのストレッチ方法を今からお伝えできればと思います。はい、で、まず後脛骨筋からですね、ちょっといこうかなと思います。はい、まず最近の動画でもですね、上げたんですけど、後脛骨筋の場所ですね。後脛骨筋っていうのは、はい、ちょっとごめんなさいね、足のですね、内側ですね、ここにポコッとした骨があると思うんですけど、このですね、ちょっと後ろ、指1本ぐらい後ろに、ここにですね、脛骨の骨の縁があると思います。はい、脛骨ですね、まあ、すねの骨、こっち側の骨のこの際がですね、このポコッとしたところの指1本後ろからこう辿っていくとあると思うんですけど、このポコッとしたところから指8本以内に絶対硬いところがあると思います。はい、僕だったらこの辺が硬いですね。はい、この辺なので、ここの柔らかさを一つ取っていくことをやっていきます。で、やり方なんですけども、まあ、膝がね、痛い方もいらっしゃると思いますので、まず膝が痛い方でもできる方法をちょっと今からお伝えしていきます。はい、でやり方なんですけど、まあ、やりたい方のですね、足を
まあ、こんな感じですね、はい、これ自体ができない人はこういう風になっても構わないので、曲げれるところまで曲げてあげてください。で、曲げていただいたら握手をしていきます。握手ですね、はい、握手をしていきます。で、このようにしっかり握手をすることができたら、この状態で足首を回していきます。足首をぐるぐるとゆっくり大きく回していきます。で、この時にポイントがあるんですけど、回した時にしっかり指を反らす、指を曲げる、反らす、曲げるっていうのを意識しながらやってあげてください。はい、足首をしっかり回していきます。こうしてあげることによって、後脛骨筋はもちろんなんですけど、腸母子腹筋とか腸子腹筋とか、まあ、腓骨筋の方とかもですね、こう緩んでくるっていうのがあります。はい、でこっちが20回回しが終わったら、次反対回しを20回ですね。でこの時も同じようにしっかり指を反らしたり曲げたりしてあげてください。はい、これだったらですね、膝が痛い方もある程度できるんじゃないかなというふうに思います。はい、で膝が痛くない方で、ストレッチはかけれる人ですねっていうのは、今からちょっと欲しいんですけど、今やってあげた側の足をこのようにですね、出していただいて、まあ、逆足は正座のようにしていきます。で、この状態でこっち側ですね、はい、こっち側に体重をですね、ぐーっとかけていきます。ぐーっとかけていきます。そうするとさっきのこの、なんだろう、後脛骨筋のですね、ここですね、この奥の方が伸びる感じがありますので、こっち方向にかかとが上がらないように体重をかけていきます。はい、この状態で30秒深呼吸というのを一つやってもらいます。1、2、3、4、5って感じですね。で、この時反動をですね、こうつける方がいらっしゃるんですけど、反動はつけなくて大丈夫です。はい、これが後脛骨筋ですね、後脛骨筋のストレッチになってきます。で、次に腓骨筋ですね、もう一個一緒に安定性を作ってくれてる腓骨筋のストレッチ方法をお伝えできればと思いますので、やっていきましょう。はい、で、やり方なんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、腓骨筋っていうのは、じゃあ今度はどこなのかっていうと、このね、外側のポコッとした骨ですね、ポコッとした骨から指 2,3 本下に行くとですね、こうコリコリする筋肉が外側にあると思います。これが腓骨筋です。はい、で、こいつを見つけることができたらですね、まずできる方ですね、できる方はこの腓骨筋をこういう台のところに置いてもらって、これでここですね、ここを使ってさっきの、ポコッとしたとこから指1本あるいは2本ぐらい下の部分をマッサージをしていきます。マッサージですね、痛気持ちいいなぐらいの強さでマッサージをしてあげてください。で、マッサージをですね、まあ、30秒ぐらいやっていただいたら、次はストレッチをかけていきます。ストレッチですね。で、やり方はですね、足を、小指をですね、床につけて、その他をこういうふうに浮かします。こんな感じですね。で、その状態を得ることができたら、ここから体重をですね、外側ですね、はい、こっち方向、こっち方向にぐーっとかけながら体を前に倒してもらうと、この腓骨筋っていうのが伸ばされますので、その状態で深呼吸をかけていきます。1、2、3、4、5、6、7っていう感じですね。はい、もう一回言うと、小指を床につけてもらって、体重をこっちにかけながらお辞儀をしていくっていうような形ですね。はい、なので今日の話をまとめていくと、足の指だけつる方っていうのは基本的に足の指が硬くなってしまっているような状態なんですよね。で、その指を硬くしてしまうのが、足関節の安定性っていうのが低下している、つまり足の指だけで頑張らないといけない状態になってしまっているので、足関節の機能を高めてあげることが必要になってきます。それが後脛骨筋とか腓骨筋が主になってますので、今お話しした3つのストレッチですねっていうのをできる方はやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてください。
はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。